皆さんこんにちは。プロレーサー、そしてモータージャーナリストの丸山博です。そして横にいるのは神永仁俊です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎度毎度ですね、私と一緒にですね、CBR250 で、最速プロジェクト、はい、日本最速を目指す、はい、いきなりハードル高めちゃいましたけど、まだ年齢は20歳。今20歳です。はい、学生なんだけど国際ライセンスライダーで、私とモテギンをね、一緒に出て、頑張って活躍している神永くんに近頃は登場してもらってます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして横にいるのはウィズミギャル、はい、2回目の登場ですね。はい、はい、前回と同じく今日も頑張ります。よろしくお願いします。月中あきみです。月中あきみちゃん、はい、なんかフェイスブックとかツイッターとかなんかやってんの？やってます。インスタも、はい、宣伝しとかなくていいの？そうですね、宣伝そのまま月中あきみって検索していただければ、はい、出てきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、この番組はモータースポーツを通して人々の生活に活力を与え、文化として創造する、はい、はい、そんなコンセプトでお送りしておりますが、今日もゲストを呼んでおります。はい、今日もゲスト、はい、どうぞ。じゃーん、全く前回と同じような振りになりますが、はい、柳原優ちゃん。はい、柳原優です。よろしくお願いします。はい、優ちゃんはですね、モーターステーション TV ではぶらり旅でもうね、はい、お世話になってます。もう何回ぐらい登場してるかな。何回ですかね。6回、9回ぐらい行ってんじゃないですかね。はい、ね、そのぐらい行ってます。優ちゃんの食レポ聞いたことある？はい、あります。あの聞いたことある？はい、あります。ありますか？あれ、どうですか？いや、可愛らしくてすごくいいと思います。ちゃんと結構難しいんですよ、食レポって。すごい、はい、食べたいと思う、あれ見て思ってないかもよ。そんなことない。やっぱりツーリング楽しそうだなと思いながらいつも見てます。ツーリング楽しいもんね、だってね。楽しいですからね、はい、特に俺とのタンデムなんて最高だよね。はい、最高です。まあそんなね、はい、ゆうちゃんを呼んで、はい、前回ですね、チーム柳原優が発足いたしました。はい、ここ袖ヶ浦フォレストレースウェイをね、ちょっと走行体験をしてもらって、うん、もうちょっとやっぱり深く突っ込まないとレースをしてる人の気持ちなんて分かんねえ。まあ俺らもね、そう簡単に分かってもらったら困るよって感じだもんね。そうですね。ということで、せっかくの機会なので、はい、いきなりですね、チーム柳原優が、はい、発足したんですが、はい、でもね、レースをしてもらうにはやっぱりね、まず1位、大事なこと、ルールをもうちょっと覚える。そうですね、ルール全部ちゃんと覚えた、あの走行会の前にやったやつ。多分大体覚えました。キバターの意味を言ってください。はい、キバターはちょっと危ないので。危ないの、まあ、うん、キバターは、あ、ちょっと待って。ダメだ、あ、大丈夫。もうね、まあそういうもんだよね、最初ね。赤旗がすぐ直ちに行ったらいいんで、木旗が何でしたっけ？木旗一番大事。まあでもやっぱりね、ここね、もうちょっと、はい、あのしっかりね、ルールを覚えていってもらわなきゃいけないのと、はい、あとはやっぱり練習たくさんもうちょっとしないとダメだよね。そうですね。急に走ってもろくなことないよね。はい、うん。ということでね、はい、もうちょっとたくさんね、練習をしないと、まあさすがにレースに連れていくのは怖いかなということで、はい、今日はですね、そういう講習とか、ライセンス講習もやってるんでね。お、袖ヶ浦フォレストのライセンス取れるよ。取れちゃうんですね。取れるよ。お、取る？どうしようかな、取ろうかな。まあそんな模様ですね。はい、まずはちょっと見ていっていただければと思います。はい、それではどうぞ。ここに大体オートバイが来るのが多いんです。ずり跳ねられるのが多いので、あのまず来て見て、本当にうわ来たと思ったんで、パルン跳ねないでって言った方がいい。これをね、パッて動くとね、よく跳ねられるっていうのが、ね、ちょっとありますね。で、来てなかったら移動するっていうことをね、やらなきゃいけない。はい、ゆうちゃん、サーキットライセンス講習、いわゆるサーキットを走るためのルールをしっかり聞いてもらいましたけど、はい、どうでした？なんか袖ヶ浦独特のルールがあるってお話で、うん、はい、結構安全面に配慮された白線切っちゃいけないとか、うん、あれいいなって思いました。はい、はい、まあ、各サーキットともみんな違うんでね、やっぱりね、うん、そのサーキットに行ったらそのサーキットライセンスが必ず必要、うん、で、それ以外にレースライセンスが別途必要っていうのも言ったよね。うん、もう結構ね、ルールがね、いっぱいあってね、うん、その中でやるっていう、うん、あの神永君も言ってたよね、
ルールを守ってるからスポーツになるんだよね。そうですね。そこね、うん、そこ大事だよね。だから楽しいんですよね。あ、そうそうそう、うん、で全部覚えた全部ちょっと自信ないですけど、はいはい、あのこれはね、繰り返し練習の中でやっぱり覚えていくしかないなって感じですね。そうですね、はい。反対側から駆け寄ってきて乗る乗り方をですね、ルマン式スタートと言っています、今年初めて私ルマン24時間、二輪のルマン24時間を見て、本物のルマン式スタートを見ましたけどね、ぐちゃぐちゃでした。全然きちっとやってなかったっていうねさあ、はい、ゆうちゃんに出てもらおうと思っている袖柄フォレスト、まるっと4時間耐久、耐久レースだよ。耐久レース4時間ですよね走れるかな、ルール、はい、ちょっと特殊なルールがあったけど大丈夫？特殊なルール多分大丈夫、もう一回ちょっと復習したいけどちょっと、はい、耐久ならではの、はい、なんかルールで、うん、覚えたことは、スタートどうするんだっけ。あ、スタート、うん、スタートがルマン式っていうんですか。はい、ルマン式、ルマン式なんだけどローリングスタート。そうそうそう、あ、ルマン式なんだけどローリングスタート聞いてないんだよ。さっき話したの聞いてないの俺の話ちょっと難しい用語が難しくてロールスタートってなんだろうみたいな、はい、でもこれはね、やっぱ繰り返しね、はい、ちょっとやってもらわないとね、みんな守っていかないといけないんでね。でも守ってるもんね、みんなね。そうですね、守んなかったら大変だよね。はい、守ってこその安全なスポーツだと思うので。はい、頼みますよ。はい、頑張ります。ちょっとゆうすけさん、はい、もう勉強します。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、60秒 CM です。はい、ゆうちゃんがですね、一生懸命走ろう走ろうってさっきと走ろうって言ってる中に、はい、うちの中にもいろいろたくさん予定があります。はい、何でしょう。まずはですね、9月の17日、うん、膝すりキャンプ。膝すりキャンプ、はい、膝をすってみんなで走ろうっていうのが9月17日と12月3日にあって、これもゆうちゃん走れますよ、練習できますよ。はい、走ります。本当ですか。はい、はい、そしてですね、マルタイ、ここ袖ヶ浦フォレストレースウェイで行っている、まるっと4時間耐久っていうのが10月8日に二輪の耐久レース4時間、はい、そして10月の15日に四輪の4時間耐久レース、これがあるという形になります。マルタイはもちろんゆうちゃんがね、はい、チャレンジしようとしてるんでね、はい、いつかこう4時間をね制覇してみんなでねシャンパンファイトだよね、はい、やりたいですね。いいですね。はい、そして最後、はい、10月9日に筑波サーキット2000、こちらがありますので、ぜひ皆さんふるってご参加していただければ、まあ、ゆうちゃんもね、はい、来てくれるんじゃないかなと思うんでね、いろんなところで、皆さんで壮行会を参加してもらえればと思っております。お疲れさんでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。だいぶ難しい講習とかね、はい、聞いてもらいましたが、どうでしたか。はい、とても勉強になりました、はい、ちょっと知らないことが多すぎました。あ、はい、今までもうちょっと簡単に走れると思った。そうですね、そんなたくさん旗があるとは思わなかったです。旗があるとはね、うん、ちょっとあれだよね、覚えなきゃいけないことやっぱ結構多い、ルールって多いよね。そうですね、でもやっぱり安全のためにはそれぞれの旗の役割がしっかり生きてくるので、うん、その旗が出された時に瞬時に判断できるようにっていう、うん、そうですよね、今分かっててもコース上に入ったら頭真っ白になる確率ありますよね。そう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 、一番朝一にね、木端のことが飛んでるように、ね、うん、でもね、はい、だから、レースは面白いというか、サーキット面白いというかね、うん、その頭でいくらでも勉強しようと思えばできるんだけど、勉強したことが体で反応できるかどうかっていうのは、これはね、人の特性で、やっぱりスポーツができる人とか、うん、得意な人がやっぱり良くなっていくんだけど、うん、これができないのが悔しいって思う人がいるわけよ、うん、特にスポーツ得意な人は、うん、あれほど頭の中に入れたのにぽっかり忘れて体が動かなかった自分がめちゃ悔しいみたいなね、うん、思うよね。わかります。思うよね、はい、そこにハマってって、まあ、みんなレースにハマっていくんだけどね、まんまとですね、はい、ゆうちゃんはですね、チーム発足までされて、はいはい、私はですね、今回ものの見事にですね、マルタイ、マルタイ、はい、はい、ウィズミーが行っている
まあ、ローライセンスでもできるとは言ってもね、うん、やっぱルールとかちゃんと覚えていかなきゃいけないんですが、そうですね、マルタイへのですね、はい、エントリーを今回はゆうちゃんにね、うん、はい、授けましたんで、はい、ここで言いたいのはレースをする仲間、うん、たくさんの応援がいないとちょっとまずい、はい、心細いんで、うん、たくさん欲しいです。あのね、はっきり言って今番組で募集するけど、はい、誰も来なかったら一人でやるんだよ。本当ってあと誰がやるの。あ、そっか。あと誰、まあ一応神永君は若干手伝ってくれる、うんうん、若干手伝ってくれる。あと、はい、偉大なる丸山大先輩もいるから。俺はね、はい、まあ、まあ見てる。俺は大体見てる。あきみちゃんも見てる役だもんね。そう、いや応援してます。あ、応援する、ほら。で誰が動くの。はい、私しかいないのか。まあ、あのね、応援する人はね、はい、例えばサインボードをやってもらったりとか、はい、まあ、マシンを出し入れとかね、マシンをちょっと整備しててもらうとか、なんだよ、サーキットについてからやることっていっぱいあるからね、それを、やってくれる人たち、ピットクルーって言うんだけどね、ピットクルー、それをマルタイっていう耐久レースをするときにはね、ちょっと募集していきたいなと思ってるんですよね、はい、プラス耐久レースだからまさか一人でずっと走ってないよね。あ、そっか、うん、交代する選手がいるんだ。そうそうそう、まあ、一応神永君も時と場合によってはちょっと出てくれるかもしれないけど、まあ、ゆうちゃんと走るのはまだまだこうあれかな、まだちょっとレベルが違いすぎちゃって。あの多分ね、3週ぐらいだったら走ってくれると思う。本当ですか。あのできたらゆうちゃんのレベルに合わせて、はい、ゆうちゃんのサポート役で一緒に走りたいというライダー、マルタイね、4時間耐久、これノーライセンスで走れるんで、うん、一応ちょっとね街乗りをしてて、サーキットはこれからでも大丈夫、うん、ある程度ゆうちゃんをサポートフォローしながら走れる人だったら一応募集して、ライダーはね4名5名ぐらいもし必要だとしてもそんなにたくさんいらない、はい、うんうん、できたらピットクルーが20名ぐらい欲しい。おー、20名、うん、手間暇かかるから、はい、ゆうちゃんのサポートフォローのピットクルー20名ぐらい、はい、そしてライダーが3名4名ぐらいいたらね、なんとか丸太出られるんじゃないかなと思うのでね、番組でね、チーム柳原優、はい、発足とともに、ピットクルーたちをね募集するんでね、はい、まあ、みんなでチームを作ってね耐久出ましょうっていうのをね、はい、いつ出んだろうね。ちょっと練習期間も必要なので、ね、1年以上先かな。ということでゆっくりと、1年かけてね、はい、あのピットクルー手伝いもね、さっき来るときは皆さん応援しに来てくださいね、はい、そんな形でね、はい、やっていきますんでね、ぜひこのメンバー、はい、バラバラにならないようにいきたいですね、はいはい、もちろん私はずっと応援してます。嬉しい、ありがとうございます。私は絶対にいなかったりして。そんなことない、私はそういう子じゃない。神永君も全然もう自分のレースばっかりでゆうちゃんのほったらかしちゃって。いえいえ、これからも機会があればまたします。はい、はい、まあ、大体タイミングが合えばって、ぜひぜひお願いします。こうやって番組やってる時は、はい、みんなでね、みんなこのみんなでやろうって言うんですけど、次から誰もいなかったです。これはね本当にあの視聴者の皆さんからね、はい、応援をたくさんもらって、はい、まあ、1年はかけて安全にやっていきましょうという企画をね、チーム柳原優、はい、補足とともにマルタイ参戦、はい、みんなで行くぞ。Oh!